はい、4の6やります。ハイスコアを狙うのではなく850点を目指したいと思います。まず最初敵を物確認、キノコと鳥なんでキノコと鳥を投げます。で、米を入れます。はい、キノコ頑張って入れます。投げ技術はね、絶対必要です。で、ちょっとキノコと鳥はそれちゃう分にはしょうがないけどね。確保。来ないかな、来ないかな、来たよ。1個出しちゃおう、最初はあの左に持ってきてもらってます。2皿分3、まあ、全部か。うん、入れます。はい、どうも。皿洗わなきゃ。で、僕が皿洗い、怒っちゃった。僕が基本皿洗いです。で、1回ぐらい怒ってもね、多分大丈夫。うん、そうね。提供順番間違えないことと、あと何、なんていうの、次はキノコ？うん、今切ってる。提供順番間違えないことと、この具皿、トルティーヤご飯、これをしっかりと守り続ければ。いきます。で、基本逆走してます。鳥入れてもらっていいですか、ちょっと。はい、入れておきます。うん、鳥？え？鳥？あ、これか。はい、消火器持ちって。僕この上の L 字、上の L 字しか動いてません。これ穴入れないんだ。そっちに落ちてる牛を使ってもらいたいけど、そんなことしたらこれ、そのための消火器加工なんだよ。あ、使っていいのかなんか消さないものかと思っちゃった。そうだね、下鳥消火器はね、間違って取っちゃった。鳥、鳥か。次、鳥です。自分やります。はい、すいません。次、牛です。牛だよね。牛の後、キノコ先にキノコ。キノコ切れてた。キノコ？うん、大丈夫。キノコが逃げるよ。よいしょ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 。そんなね、焦らなくてもね、米間に合いますからね。うん、だから投げ入れは結構大事かもね。そうね、なるべく外さないようにしてあげた方が右の人が楽って感じかな。キノコ、鳥か、違うわ、肉だった。米炊けてねえわ。はい、左右でね、結構分担してます。まあ分けた方が分かりやすいよな。うん、点も高くなるんで、ここまで考えなくてもというか、そんな急いでやんなくても、ね、10皿ぐらいはいけるから、うん、このやり方でいいんじゃないかなと思います。はい、頑張ってください。バイバイ。